ドルーリー・シュエーリ、高校デビュー戦、800メガで圧勝、後続50メガ以上引き離す、今春に津山校に入学、地元岡山で高校総体地区予選会。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上全国高校総合体育大会岡山三まさか地区予選会、30日、津山陸上競技場。 1>, 1月の全国都道府県対抗女子駅伝で17人抜きを果たしたドルーリー・シュエーリ、シェーリ15、津山港が800メートルで高校初戦に挑み2分16秒90で優勝した。今春に津山拡散中を卒業し津山港に進学していた。序盤から一気に前に出ると後続を置き去りに50メートル以上引き離して圧勝し2位に12秒22差をつけた。 冷静な表情で引き上げた。中学時代から目標は、インターハイに出場してしっかり活躍することと掲げており、今大会が最初の予選だった。これまでの800メートルの自己ベストは2分9秒47だった。美まか予選会を突破し、県大会に進出。今後は岡山県大会、5月26から28日で上位6位以内、中国大会、6月16から18日。 岡山で上位6位以内に入ればインターハイ、陸上競技は8月2から6日、札幌の進出が決まる。学校側は今大会の取材に対して、陸上競技関係者をはじめ、一般の方々やマスコミの方々が彼女が競技しやすい環境を整えることが大切です。そういった面で、今回の大会での取材対応は真摯、真摯なものでしたとコメントを出した。ドルーリー・シュエリ、ドルーリー・シェリ、 2007年11月16日、岡山県津山市出身。小学4年の時に津山ジュニアで陸上を始めた。小学6年で県大会800メートル優勝。昨年は夏の全国中学選手権の1500メートル、秋の湯16大会の1000メートルを制した。今年の全国都道府県対抗女子駅伝、京都では3区、3キロを走り17人抜きで関心記録を樹立。 父がカナダ人で母が日本人。趣味は美術で、県から水彩画を表彰された経験もある。身長157センチ。ドルーリー・シュエリが三坂地区大会の400メートルで優勝。高校進学2戦目。三坂地区高等学校総合体育大会。6日、津山市陸上競技場。この春に津山校に進学した女子陸上のドルーリー・シュエリ。シェリナ6日、女子400メートルに出場し。 1>, 1分00秒55のタイムで優勝。スタートから先頭に立つと、バネのある力強いストライドでトラックを駆け抜けた。昨年は400、800、1500、3000メートルの4種目で全国中学トップの記録をマークしており、視線上といえる800、1500メートルでなくても非凡なスピードを見せた。中学時代からの目標は、インターハイに出場して活躍すること。 すでに1日に行われた高校総体、三正地区の予選会をクリアしており、今後は岡山県大会、26から28日、さらに中国大会、6月16から18日で共に6位以上に入れば、全国高校総体、8月2から6日、札幌の出場が決まる。今大会はスポーツ報道を目的とするメディアが大会主催者の許可を得て取材、撮影をしています。